第38試合赤コーナーフルスイングバウンサーフルスイングショータ、やるかやられるか、そんな地下格闘技を体現したかのようなファイトスタイル。その拳で沈めた敵は数知れず、この男の戦いを見た者は肩書きよりフルスイングで戦う姿を記憶する。俺と殴り合える奴はいるのか。今日も戦場で口だけの偽物を殴り伏せる。青コーナー、新世代のカリスマアウトロー京次。名古屋のストリートが生んだ一人の男、新たな世代の輪の中心にはいつも京次の姿があった。人に語る武勇伝は一つもない。なぜなら、あまりにも過激すぎるから。喧嘩では圧倒的な自信を持つ。なぜなら、今まで負けた経験がないから。拳一つで生き抜いてきた男が今ランブルという新たなステージで伝説を作る。ただただ殴り合いしてるだけなんで、全然格闘家って思わないでほしいなと思いますね。喧嘩自慢、強い人は強いんですけど、口だけっぽいやつが多いんで、過去3人ぐらい真っ向勝負で殴り合いしてくれたのは。お互い殴り合って倒れるまでやれればいいなと思うし、一発フルスイングで倒すだけですよね。フルスイングしてるって言ったって、格闘家には違いないからね。そのルールのある中でやってることだし。格闘技はレフリーがいて止められるじゃないですか、途中で。そんな状態じゃなくて、その辺の道端で喧嘩になった時っていうのは絶対に間違いない。その年代の一番有名な人って聞くから、悪いのかなって思うけど、俺はもう全然、やっぱ近くっていろんな人見てきてるから。で、僕はルールなしでやってきた。素人でも格闘技やってる人間に勝てるっていう、そういうところも自分に合ってると思うし、ランブルの魅力ですね、それも。リングに上がってみれば分かるんじゃないかな、違いは。殴り合いの土俵に来るってことはもう逃げないってことで、ここで逃げても多分自分がやばいと思うんで逃げないでください。お前の土俵やったんだからありがたいと思えよ。ボコボコにしてるから覚悟しとれよ。